パラーディオのビラ5時の正面図。中央の玄関部分がロッジアになっていて、左右にも回廊としてのロッジアがある。建物上部にロッジアがある。ローマのカーザ・デイ・コバリリー・ディロジ・ロッジアは、イタリアで生まれた建築衣装の一種を指す言葉で、ファサードに一方の側が外に開かれた廊下を廃し、一定間隔の柱で支持するか、単に壁に開口部を設けた形状のものである。 回廊、鈴見廊下とも、地上階にある場合は、回廊とも呼ばれるが、上層階に配する場合もある。ブルネレスキが、フィレンツェのオスペダーレデッリーのチェティのファサードにロッチアを、配したものが有名である。ルネサンス期のアーケード型の多層ロッチア、ポズナンの旧市役所ロッチアを、ポルチコの代わりに使うこともある。この形態は、単に突出しない、ポルチコ。 または壁面に開口部があって出入り口の役目を果たしているものと見ることができる。時には主海のロッジアの上にさらにロッジアを配することもあり、これをダブルロッジアと呼ぶ。ロッジアの上にペディメントを配することでファサードにおいてロッジアを強調することもある。ロッジアとポルチコの主な違いは建物の機能範囲内での役割である。ポルチコは 外から中に入ることが可能で、小さな建物でも玄関前に屋根を伸ばして、柱で支えれば、ポルチコとなる。ロッジアは、基本的に内側からしかアクセスできず、一種の休憩所になっている。したがって、主に上流階級の邸宅や公共建築によく見られる。現代では小さく装飾的な夏の別荘で、涼しい風と眺めを楽しむ場所として、ロッジアを廃することがある。 そのような建物は、イタリア建築の典型であり、特に17世紀に人気を博した。ローマには、そのような建物が多い。例えば、ローマのビラ・ファルネジーナがあるが、この建物では内部にある、フレスコ画の損傷や劣化が進みがちなため、柱の間にガラスを入れて保護している。また、ロシアでは、アパートの突出していないバルコニーをロッチアと呼ぶ。ィラ・ファルネジーナロジア部分はガラスで、 保護されている。ありがとうございます。